皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回はピックスクラッチを覚えようということで、ピックスクラッチとい う, こうギャインというテクニックをですね、皆様にご紹介させていただこうかなと思います。そして、今回も、録画スタート。こんな感じで、ピクチャーにピクチャーして、画面とズバババババンと、こちら側の角度もお見せしながらやってみようかなと思いますので、よかったら参考にしていただけますと幸いでございます。はい。では、ちょっとやってみましょう。ピックスクラッチ、どういうテクニックかというと、ピックを弦にこすりつけて、ギャイン！みたいな感じの音を出すテクニックでございます。おしょい！まあ、こんな感じのあれでございます。まあ、普通に見たことあるし、聞いたこともあるかと思うんですが、ちょっと一緒にやっていってみましょう。とりあえず、まあ、ギターを持っていただいて、ピックを用意していただきたいんですが、ピックがすごいボロボロになってしまうので、大切なピックとかではやらないように気をつけてください。本当にすごいこうギザギザになってしまいます。まあ、別にやり方といっても、まあ、そんな難しいことはないんですけれども、まあ、普通にこうティアドロップのピックがあったとするじゃないですか。こんな感じで。で、このティアドロップのピックをちょっとこう指でこう持ち替えて、こんな感じですね。親指と久しぶりの中指みたいな感じで、こんな感じで持って弦にこすりつけていくと、やりやすいかなと思いますので、ちょっとこんなのも試してみてくださいませ。この状態にして、巻き弦、この4、5、6弦をこすっていくわけです。1、2、3弦でやっても、ね、ツルツルしてしまうから、そのピックスクラッチの音が出ないんですけれども、巻き弦の方をですね、主に5弦とか6弦を目指して、こすっていってあげましょう。気持ちいいこの弦に対して、まっすぐではなくて、ちょっとこう斜めにした方が、いろんな音が出やすいような気がします。ピックをに、弦に対してピックを垂直にするんじゃなくて、ちょっとこう斜めにしてあげる感じですね。こんな感じでガガガとこすってあげると、このガリ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 という音が出やすいかなと思います。こんな感じです。で、あんまりこのゆっくりやりすぎても、なんかこうかっこよくならないので、この出始めの頃ですね、そのピックが弦に当たった瞬間のとき、このときをちょっとこう素早く、ちょっとこの甲高い音といいますか、ちょっと少しこの加速をするような感じで、で、着地したらちょっと減速するという感じですか。という感じでやると、なんか勢いがあっていいピックスクラッチになるかなと思います。で、この後の速度に関しては、これは本当にまあ自由です。ゆっくりやってもいいですし、素早くやっちゃってもいいですし、この辺の速度はまあ自由で、自由にやっちゃってくださいませ。で、ピックスクラッチをガーッとやった後に、まあ、コードを弾く場面だったならば、左手がコードの準備をして、ある程度のところで、弾いてあげると。ある程度のところで、弾いてあげると。で、このピックを弾く方向に関しては別にダウンでもいいですし、上、アップでも別にいいです。もう好きな方でガーッとやっちゃってくださいませ。で、ガーッと弾いている間にピックを持ち直して、普通に弾き始めると。といって、ベーンと弾いて、ピックを持ち直すと。まあ、こんな感じでございます。コツとしては、本当にね、この指、ピックを横にして、まあ、こうしっかりこの巻き弦をこすってあげる、まあ、そのぐらいという感じですね。この速度に関しては本当にいろんなパターンがあるので、まあ、これは好きにやっていただくとして、出始めの頃は、まあ、ちょっとこう早めにやったほうがいいかなくらいな感じです。で、まあ、何回かやっているだけでも、すでにピックがボロボロになってくるかと思うんですけれども、まあね、ピックも痛めてしまいますし、まあ、弦もある程度痛めてしまうので、やりすぎ注意という感じですからね。まあ、必要な場面があったら、まあ、バシバシとやっていってあげましょう。そんな感じでピックスクラッチでございました。このカメラの意味があったんだかないんだかよくわからないですけれども、まあ、参考になったら幸いでございます。以上です。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。